どうも、ゴルフの三田です。いつもありがとうございます。今回は、ティーショット打ち下ろしの場合は、手打ちで打つと意外とうまくいくよというテーマでお届けしていきたいと思います。今回はちょっとしたお遊び、になりますので、なんとなく聞き流していただけると嬉しいです。私、三田は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。本当に皆さん感謝しています。皆さんの頑張りを受け止めて、できるだけそれをお返しできるように頑張ってやっています。そして動画を見てくれている皆さん、いつもありがとうございます。ゴルフの楽しさをどんどん伝えていきますからね。それでは早速いきたいと思います。打ち下ろし、まさに今ここの打席は3階打席になりますので、打ったら少し打ち下ろしているようなイメージになります。まあ、実は向こうの方まで行くとちょっと打ち上げているんですが、イメージ的には打ち下ろしの感じになりますので、今この打ち下ろしの感覚、なんとなくイメージできるはずです。じゃあこういう打ち下ろしの場合は、ボールを打ったときに、ふわーっと吹けてしまって、ああ、右に曲がってしまったよという場合は、飛んでる時間が長いんですね。ボールが地面に落ちるまで長いんです。ですから、ちょっとした曲がりが大きく OB ゾーンに飛んでってしまうことがあるんですね。そこで、手打ち。手打ちのスイングというのは、どういうスイングかというと、これはボールが低く飛ぶことが多いですね。フィニッシュまで伸びやかに振っていくと、ボールは上がる傾向にあります。手打ちで振っていくと低くなる傾向があります。ですから、早く地面に落ちてほしいんです。とにかく飛んでる時間を短くしたいんですね。で、打ち下ろしてますから、そんなに上げる必要もないんです。もう打ったそばから地面から離れてますので、ですから、この手打ちで構えたところでちょっとどっしり足も固定しているような形で、こんな感じで打つんですね。そうするとボール上がりませんので、このままシューッとライナーのようなボールが飛んでいくんですね。で、早く地面に落ちますので、スピンも少ないんです。ですから大きく曲がることもあまりありません。なので、あ、打ち下ろしてるな、風が向かい風の時なんかもう最悪ですね。もうどんだけボールが曲がるんかっていうぐらいのショットになるわけですが、そこでどっしり構えて、ボールもちょっと中に入れるといいですね。それで、手打ちで打っていくんです。そうすると、シューッとライナー性のボールが打ち出されていきますので、これを打ってみると、意外と結果的にはうまくいくよということなんですね。ただこれは推奨しているわけではありませんし、このスイングは正しいかと言われたら正しくないとしか言いようがない。そしてそれをずっとやっていくと、まあ、もしかしてなんか肘を痛めてしまうとかありますので、それをお勧めするものではありませんが、少しそれを取り入れる、それはまあ悪くありませんし、そのスイングを持っている一つ、なんとかこれで乗り切っていくんだという気持ちが一つあるのは、心の安定につながるのであれば、それは悪いことではありませんので、少しこんなこともできるんだよということをちょっと念頭に置いてゴルフ挑んでみてください。もう完璧で理想で、これじゃなければダメだ、そんな窮屈なゴルフをやる必要はありません。もちろん正解はありますし、何が正しいか、どういうスイングをするべきなのか、まあ、そんなことを、ね、皆さんにお伝えはしているんですが、やはりゴルフって楽しくやっていく、少し彩りがある、そういう面白さがありますので、そんなことも取り入れながらやってみてください。今回は打ち下ろしのティーショット、手打ちでやると意外とうまくいっちゃうかもよ、まあ、ちょっとしたお遊び会になりますので、聞き流していただいて、まあ、これはあまり真に受けずですね、こうやっていってたじゃないかと言われるとちょっと困ってしまいますので、そういうことはないようによろしくお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。